で他に以外には、まあ今の合併症ですけど、その大体10年かけてねやっていきます。で神経から始まって、今神明治って言いましたけど、今度目が始まって最後腎臓ですね、というふうに始まります。次にえのき、えのきって何だろうって言ったら大血管障害ですね。でエソ、足のエソ、さっき言ったのが進んじゃうと足が腐っちゃうことになります、うん、足の先を切る、トレベで足を切ったっていうことを聞いたことがある方もいるかもしれません。で多いのは、次の人はもうすごい困るのはやっぱ脳梗塞ですね、うん、脳出血、脳梗塞、これも血管の病気なので、血管が詰まっちゃう、血管が破けちゃうっていうことが起こしやすくするのが糖尿病ですね。次に心臓、心臓が多いのはやっぱり心筋梗塞ですね。心臓の細い管が詰まって、心筋梗塞を起こしてしまう、これが また厄介な問題になります。で糖尿病以外にもこういった血管の病気を起こすものとしては、タバコを吸うこと、血圧が高いこと、脂質異常症ですね、その、悪玉コレステロールが多いとか、そういったことが複合的に合わせると、どん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 オッズですね、オッズが下がってますね。でまとめると、しめじとえのきですね。しめじもあればえのきもあるということです。この2つをしっかり覚えて、こういった病気になっちゃうと、やっぱりそれなりに生活っていうのは苦しくなってくるし、いろんな問題もありますね。特に腎臓は透析ですね。透析になってしまえば週3回通わなきゃいけない、1日4時間の拘束で、目になればそれも失明してしまえば、もう何も見えなくなってしまうと、それだけで死亡保険も受けちゃうぐらいのインパクトですよね、うん、そういったこともあるし、手のしびれとかもこれ24時間360日問題になってしまうので、いろんな不具合をね起こしてしまうってことを僕たち見てます。